モンルコーネは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、コリツヤ県にある、人口、約2万8000人の基礎自治体。アドリア海に面した、港湾、工業都市で、造船業の拠点である。周辺地域も含めた、モンファルコーネ都市圏の人口は5万人に達し、県と、コリツヤを上回る。標準イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ、コリツヤ県外略図。 コリツヤ県東南部に所在するコムーネで、ビシアカリア地方の中心都市である。モンファルコーネの市街は、県とコリツヤの南南西約 16km、州都トリエステの北西約 26km、ウーディネの南東約 38km、ベネツヤの東北東約 103km に位置する。市域南東部は、トリエステ県と接する。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、 カッコ内の TS は、トリエステ県所属を示す。アドリア海最央部、ベネツィア湾の北東部に面した沿岸に位置する。地勢は平坦であるが、地域北東部にカルソ大地が迫る。モンファルコーネの海は、地中海の最北端にあたる。特に入り江は、リドディ・パンツァーノと呼ばれ、パンツァーノ・バーニという島がある。モンファルコーネの市街地は、カルスト大地とアドリア海の間の平野部に、 広がっており、港を中心に発展している。スタランツァーノやロンキ、デイレジョナーリとは、市街地が連帯している。海に面して、パンツァーノやマリーナ・ジュリアなどの地区、集落がある。ラ・ロッカ・トリエステジユ地域との国境チェックポイント戦士時代の要塞化した集落の遺跡がある。ローマ時代の紀元前181年、植民都市アクイレアが建設されると、 丘の上にインスレイ・クラリーと呼ばれるいくつかの建物が建てられた。西ローマ帝国の崩壊後、東ゴート王国、西ローマ帝国、ランゴバルド王国、フランク王国の支配を経て、967年にアクイレイヤの総大司教領となった。1420年、ベネツヤ共和国が3度の戦争の末に、モンファルコーネを統治下に収めた。1511年に、 フランスによって攻め落とされた後、ベネツィアによる奪回、ハプスブルク家のマクシミリアン一世による占領を経て、1521年にベネツィアが再奪回し、以後1797年にベネツィア共和国がナポレオンによって解体されるまでその領域にあった。ウィーン会議後、ハプスブルク君主国の領土となる。第一次世界大戦中、イゾンツ川流域はイタリア王国と、 オーストリア・ハンガリー帝国による激しい争奪の舞台となった。モンファルコーネは1915年にイタリア軍が占領するが、1917年のカポレットの戦いでオーストリアが奪回した。第一次世界大戦の休戦後、イタリアが再び占領下に置き、1920年に正式にイタリア領となった。第二次世界大戦後、1954年までは、 イタリア共和国とトリエステ自由地域の国境であった。イタリアを代表する造船会社フィンカンティエリの造船所をはじめ、船舶、航空機、織物、化学、石油生成などの工場がある工業都市である。コムーネの人口は県内第2位、州内第5位の規模である。周辺地域も含めた都市圏の人口は5万人に達し、県と孤立屋を上回る。 人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は、居住地区別の人口として、以下を掲げている。統計は2001年時点。ローコバスンがありがとうございます。